とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ランダム報酬タワーやっていきたいと思います。コメントありがとうございます。コメントでですね、ちょっと覚えてたりするのはずるいので、サイコロを使ってみたらどうだろうか、ということで、今日はサイコロを使います。サイコロ買いに行くのちょっとめんどくさかったので、鉛筆の後ろを削って、1から6まで書いてます。報酬の一番左上、そこが1ですね。で、真ん中が2、右が3。で、下の段の一番左が4。で、真ん中5の、一番右が6。という風にしていきたいと思います。では、サイコロを振ってのランダム報酬タワーやっていきましょう。これね、最初のここの報酬で種が取れたのですごい楽だったんだよね。あれ種取れなくなるとちょっと厳しくない？相当戦いが厳しくなるとは思うんだけども、まあまあまあやってみましょうよ。とりあえずね、どんな風になるのか。やばい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 最初からなんかグラグラになった感じですけども、クリアです。矢もなくなった、最悪。ではいきます。3です。3?3? これ種じゃないぞ。3は違ったな。デュアルクロスボウです。はい、こんな感じでいきますね。1,2,3,4,5,6 の順ですね。なるほど。しかも最初の一発目から矢がでもオッケーオッケーオッケー、待って、オッケー。なんかデュアルクロスボウも強いからね、そこそこ。矢をちょっと多めに使っていく感じでいけば問題ないっしょ。いや、これ怖いなぁ。いきまーす。6でーす。6は何もなしだね。まあまあ、ここはまあいいや。はい。じゃあ次。まあ今のところ全く問題なし。いや、この種がね、取れなかった時点で、どういう感じになるのかだね。ここちょっとめんどくせえな。はいはいはい。よし。OK。クリアです。次いきまーす。3! さっきも3だったな。出やすい。厳しい。ちょっと待って。まあ、蜂をつけていけば、まあ、ちょっとはマシかな。と、いや、毒の雲でよかったか。まあいいや。よし。まあ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 、いけるでしょう。こんぐらいならね。オッケー、頼むよ。1。弓が変わった。狩人。ボーナスショット一応つける、ないよりはマシだかね。いや、これ厳しいよ、これさ。いや、ランダム報酬タワー、やっぱ厳しいわ。これ難易度高えな。まあ、なんかいけるぐらいではあるね。だって俺、初見攻略の時、使わなかったもん、種を。では、いきまーす。4! なるほどね。クレイモアですか、ここで。
ハズレではないかな。吸血もついてるし、ハチもある。うん、アイテムボーナスも入れとけ。問題は後半だね。一番難しい。おいおい、結構減るな。難しい、26回や7回か。いや、これきついぞ。倒したー。やっぱ慣れない感じでいくと無理だね。そうね。2です。2なんだったっけ。バブル？これきつくねえか。まあ、もう、バス、いや、いや、入れるやつが別になんもない。バーストボーストリングで、周りをちょっとバブルにしていく感じかな。いや、これまずクレイモアの火力がしょっぱいな。じゃあ OKOK 終わり。よし、7回クリアしました。次がお店ね。1、OK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 。 いやー、でも待って、防具きついぞこれ。商人は使っていいよね。商人使っちゃダメだったら相当厳しいから、商人使わせてもらいます。いや、これ防具あげないとどうしようもないぞ。反逆者あれば、まあマシでしょう。いけー。 OK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 。 ここは楽勝。じゃあ行きまーす。5番。なんだ5。斧で、ノックバックするか。これ倒せないかも。まあ行ってみよう。とりあえずね、やってみなきゃわからない。8はいる。で、6も入れとけ。だね。で、バーストボストリングをちょっと多めにいきましょう。落とせないよね、確か。まあいいや、ノックバックした。若干するけど、これきついわ。いや、きついこれきつい。いや、でもいけなくはない。 OK。 バカ野郎、危ない。よし、 OK いけた。 OK 落とさずにいける。いいね、いけるもんだ。10回クリアでーす。次、6、何もなしか。スパイダー欲しかったー。しゃあないですね。そうね、入れていけ、ちょっとでも。よし、OKOKOK。 おお、結構簡単に倒せる。危な、クリアでーす。いける、これは。落ちた。5です。なんかちょっと微妙な感じの数字だったけども、5ですね。いらねえなー。いや、いらんわ。6の方がマシだ。まあ、とりあえずダッシュあるならダッシュしていけ。
あ、意外と俺、うん、やっぱブーツ好きだわ。戦闘には関係ないけど。12回クリアです。次3番ショート棒かー。まあまあいいや。まあ冗談ぐらいでいいかな。うん、蜂はもうちょっと出るようにしとけ。オッケーオッケー。蜂さえ出ればね、意外となんとかなるもんだよな。あと1体でしょ。まだまだいける、まだ余裕はある。1番いらない。いらない。そろそろ武器がなんか欲しいかな。あ、でも意外といけてるよ。おう、オッケーオッケー。なんとかなる感じだね。ほんと、いけ、倒した。よし、14回クリアでーす。2番ああいやいやいや、ボーンクラブが良かったよ。まあいいや。今回初めてのゴーレムだね。いや、ゴーレム使うの久しぶり。どれぐらい活躍してくれるかい君は。かなり楽だったと思うんだけど。では次、1。お、あ、いや、メイスかメイスか。まあまあいいや。オッケーオッケーオッケー。攻撃力は上がった。で、この回が結構難しいから、ここをなんとか、クリアしますか。いい。オッケー。いざという時の保険はできたね。ああ、いいよいいよいいよ。いい感じだよ。ああ、何してんの。失敗した。これ完全に失敗した。ちょっと任せる、任せる、任せる。よし。じゃあ、ああ、そっち当たんないのかい。ちょっともったいなかったな。よし。あ、でももうもうもう、クリアしたも同然です。じゃあ。え、いけました、16回。なんとかなるもんだ。6! あ、6、なんもなしか。まあ、いいでしょう、ここはね。え、17回いきまーす。さあ、17回、クリアです。いきまーす。落ちた。ちょっと待って、もう一回振り直す。4、久しぶり4が出た。イカですか。カメにして欲しかったな。イカね、わかった。ほうで、商人で何あげるか。パワーでしょ。今取ったばっかだからね。あー、こう下を上げるっていう選択肢もありか。あー、下上げた方がいいような気がするね。これ武器とか出た時はもうすぐ交代しなきゃいけないんで、下を上げてれば選べるからね、どれを消すかを。ゴーレム上げてみよう。109。あ、結構強くなった。109ゴーレムがいれば、え、これ最後まで使っていけるぞ、ゴーレムは。ちょっと待って、クールダウンでゴーレムが完全に消えてるっていうのがちょっと嫌だな。あ、今回のランダム全然余裕。まあ、こっからかもしれないけど。よし、19回次ボスです。5、
雨か。どれ変える？いや、ビーコン、いや、せっかくね、溜まってるんだよね、ソウルが。いや、いや、ここだな、うん。やっぱエリクサーのカバンは取っときたい。もう仕方ない、仕方ない。背に腹は変えれないってやつだね。エンチャー入れときましょう。サプライズギフトかな。オッケー、いくぞゴーレム。いや厳しい。速攻で倒すのはちょっと無理か。無理だな。うん、いや待って待って待って、これ耐久力なさすぎない？やべえ、これ完全にやばいわ。いやこれ終わり。エンダーセントやべえな。よし、弓でちょっとチクチクいこう。よし、終わり。まあちょっと時間かかったけども安全に倒しました。次1番、ムチに変わったか。まあ他に変わるよりマシだったかな。厳しい。どうする、毒の雲と、虚無かな？うん。虚無でいけ。なんとかなるさ。よし。オッケー。防具変えたいな。6、なんもなしかい。愛のメダル欲しかったな。なんか厳しい、厳しいよ。でも欲しい縁じゃなんもないしな。重力あればちょっと違うかな。まあいいか、そのままいきます。ゴーレムの HP もなんとか更新していきたいところなんですけど。よし、まあまあいけたけど、この感じだと27回厳しいよ。難しいぞこれ。2番、いやなんかいい防具着て。違うんかい。あー、いいんじゃない。弓火力は上がるから。あー、うーん、違うな。衝撃、いや違う、ここバーストボーストリングだな。バーストボーストリングの浮遊射撃の方がいいか。浮遊射撃の方が安全かな。 OK、 これでいってみよう。後半結構怖くなるからね。いやー、ここは愛のメダル欲しい。よし、いや耐久力がもうない。防具欲しい。なんか来て。2、テンペストナイフ。いや3だったらよかったな。ポーションバリアもついてるしね。いやー、イカの耐久力じゃちょっと厳しい。うわ、ここ厳しいかもな。ねー、どうする。いや、まあ、とりあえず虚無とダイナモ入れたところでな、そんなぐるぐるしないし。まあまあ1入れとけ。
で、リフレッシュかな。耐久力上げろ。よし、OK。あ、ミスったー、ミスったー、そうだった、うわー、ミスった、ナイス、 OK。 で、ここだ、問題は。よし、 OK。 お前たちもいるんかい、待て、あぶねー、よっしゃ、いけた、いけたよ。4、え、まあ、火力はある。でも矢の数がこれ相当減るよ。171本か。相当大切に打たないといけないね。まあ、クリティカル発生すれば相当効くんで、テンポセット1入れて、いいか。いいかな？もうちょっとなんか入れとけ。クリサンダーも、これでいけ。25回。ここも結構敵多いからね。注意していきましょう。OK。矢は嬉しい、矢は嬉しい。ちょっと矢を多めに使っちゃったけど、もう大丈夫。25回クリアです。3、ああ、まあまあまあいいでしょ。いやいや、1が良かった、1が良かった。もう耐久力ない、あとエンチャンターの人、ああ、ここら辺が当たりだったな。いきましょう、狩人に変わったね。まあもちろんクリティカル入れて、あ、オーバーチャーあるんだ。うん、オーバーチャージである程度倒していけそうな気がするね。あ、今日も入んねえか。オッケーオッケー。待て待て待て。よし、オッケー。待って、減りすぎじゃない？ちょっと待って、ワンパンでそんなに減るの？ちょっと待って、ちょっと待って、ダメージが異常異常異常。あぶねえ、もうちょっと待って、無理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 、ちょっと待って待って、オッケー、あぶねえ、あぶねえって、もうこいつはまずいぜ。よし、オッケー。あぶねえ、あぶねえ。いや、これきつい。きつい。石氷もいけ。よし、よっしゃ。いける、おいって。減りすぎだってば。終わり、かった。これ絶対27回きついぞ。防具かなんかあったっけ、ここ。4、なーに、もういや、これ無理だって、これは無理だ。種かなー、だろうね、種でしょうね。まあ、いざとなったら影武竜で逃げますか。逃げ、もうなんとかなる。おい、ちょっと待って、減りすぎ。いや、無理無理無理、こんな減ったら無理だわ、ほんとに。おい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 、どうすっか、無理、あぶね、
これは無理、これはきつい。え、どうする。よっしゃ、まあ、もうこれはきつい。いや、これいけるもんなの。まあ、とりあえずこっからさ、弓打っとこう、ずっとさ。よし、なんかちょっとはマシでしょう。ジオマンサーが打ってほしい。もうジオマンサーこれなんとかならんか。これ本当に、これ本当、よし、オッケー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 、オッケー、無理、あぶねー。とりあえず押し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 、どこだジオマンサー。よし、行け、ゴーレム行け、お前なら倒せる。よし、あぶねえ、行けた行けた、あぶねえ。3、あ、まあ、オッケー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 、いいんじゃない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 。いやー、よう行けたわ。で、これで、弓でなんとかできるな。うん、あと29回だけだから。いや、これ防具よ。ここは防具だわ。もう、耐えれないもん。で、120でしょ?で、あ、ライフブーストもある。でも、ここでね、長弾と毒の雲は欲しいのよね。でもライフブーストあると全然違うから。オッケー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 、いいでしょういいでしょう。ああちょっと待って、黄金にする前につけときゃよかった。ボンミスだ、ボンミス。弱体化もお願いします。いけた、これはクリアできるっしょ。ああ、そこの矢取ってももう意味ないわ。じゃあ最後、お願いします。1番。うそ、ここで変わっちゃう。どうしよう。まあ、霊気だな。霊気ぐらいか。いけ、ナイス、いいんじゃないいいんじゃない。とりあえず、あ、うん、やっかけのブリを取っとけ。いやー、減らせねえな。ブラインドもらっとるしね。いや、いけるね。相談あればまあいけるわ。オッケー、うっそ、どこだイリュージョナーの本体。よし、いけた、オッケー。いや、あとはもうエボーカーだけ。いけるでしょう。いやー、いけたわ。はい、サイコロを使った完全ランダム報酬タワー行けました。27回がちょっと絶望しちゃったんだけども、まあクリアできましたね。報酬見てみます。
なんとかなるもんだ。あー、報酬は良くない。うん、全部いりませんね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。